ケーキ丼。はい、どうも皆さんこんにちは、ケーキ丼の中の人です。今回もマリオカートやっていきたいと思います。待って、やばい、ちょっとピクミンども邪魔だぞ。これギュイーンって曲がるやつです。あー、もうせっかく加速してたのに。すごいなんか規制みたいのが聞こえましたけど、ほっておきましょう。これなんか電車といったら、この前ちょっと友達とお話しして、その子引っ越しちゃった友達なんですけど、夏休みの時にお邪魔させてもらうことになって、その時一人で電車乗ってくんですよ。でもそれ実は私、お恥ずかしながら一人で電車乗ったこと一回もないんですよ。幸い割と近い駅だったから一人でもなんとか行けそうだから助かったんですけど、ちょっとヒヤヒヤしてます。うおー、よし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 、いけるいける。キノコとスター、スター、おりゃりゃらららら、あ、ファイアフラワー出た。あー、こんなさ綺麗にドストレートで食らうことある？おりゃー、私と同じ目にあってしまえばいいのだ。パワフルキノコ強すぎん？うー、よっしゃー、スタート。よし、なんとか飛んでたのかスターだったのかわかんないんですけど、バナナ回避しました。ダブルアイテムを残すとは貴様、あ、すいません、調子乗りました、許してください。これ以上私に雷をぶつけないでください、お願いします。もう調子乗ってる時のサンダーほど痛いものってないですよ。なんていうか、こう例えで言うと超お気に入りの服着てきたのに、なんか雨で、あー、びしょ濡れになっちゃった、これじゃ着替えなきゃいけないとか、上着羽織んなきゃいけないみたいな、そんな感じです。わかんないか。そして8位という、なんという無様な、0と1しか増えなかったです。悲しい悲しい。まあはい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆様、さようならー。